パリ五輪第二日柔道、2024年7月27日シャンドマルスアリーナ。柔道日本男子の先陣を切って27日、60キロ級に長山隆寿、長山隆寿、28イコール SBC 湘南美容クリニックが登場。五輪2戦目となる準々決勝で昨季の世界王者のフランシスコ・ガルリゴス、29スペインと対戦し敗れた。写真。 パリゴリン柔道、男子60キロ級、待てがかかるも準々決勝で敗れた長山隆樹、手前、撮影、平島理子。過去の対戦成績は長山の6戦全勝だが、相手は昨年の世界柔道覇者。無念の敗戦となった、激しい主導権争いの中、長山の上にガルリゴスが被さり締め技に。その後、審判が、待て、のジェスチャー。しかし、 ガルリゴスはしばらく締めるのをやめず、数秒後に立ち上がったが、長山は仰向けのまましばらく起き上がらなかった。長山が立ち上がると、向かい合った時点でガルリゴスの勝利がコールされた。長山にとってはまさかの一本負け、何が起きたのか理解できない長山は、握手を拒否し、納得がいかない表情で畳から約5分間ぶりなかった。長山の抗議、 中に畳の外では不可解ジャッジと感じた小根川コーチが教会委員長の元にいきなりやら話し込む。その間に会場に鳴り響くブーイングと指笛。しかし、状況は変わらず、諦めた長山は一礼して畳を降りた。その後、長山は締め落とされていたと今の教会委員長から説明を受けた小根川コーチ。しかし、長山は、待て、お聞き力を抜いたところ、 締め技を続けられ失神した。会場を引き上げるガルリゴスに大きな拍手が送られる中、長山はうつむきながら引き上げた。結果は変わらない、敗者復活戦に周りメダルを死守するしかない。初戦の2回戦でアンドレア・カルリの27イコールイタリアと対戦した長山。初の五輪舞台からゴールデンスコア突入の激闘となった。4分間は一本背負いなど仕掛けるも、 相手も長山対策でいなす結局指導1ずつでゴールデンスコアに突入決定的な場面がない中2分過ぎに相手に2つ目の指導が入り3分37秒に相手指導3で反則勝ち1本で初戦を突破した。